さあ今日も始まりました、プジョシの世界のぞき穴、この番組はプロレス大好きな辻ルイスがプロレスだけでなくさまざまな業界のゲストをお呼びしてその人のニッチな趣味や性格を掘り下げていく番組になっています。 MC を務めさせていただくのは私ミストースポグランプリであり、ただいま、プロレストゥデイさんの方で2代目プジョシ部長をやっております辻ルイスと申します。よろしくお願いします。はい、このがめっちゃ噛んだこの番組はトリガーアズリエフメさんのホームページと私辻ルイスの YouTube チャンネル、その時々によって配信アプリなどで同時配信しておりますので、よかったら皆さんお好きな媒体からご覧いただければと思います。番組宛てのメッセージはですね、タグ付けプジョシの世界のタグ付けでツイートしていただいて、選手の方への質問とかも、このタグ付けで番組内で、読むこともありますので、よかったら皆さんコメントしてください。はい、ありがとうございます。結構前回 あの DDT の吉彦選手と平田選手に来てもらったのがだいぶ感触が良かったんで、ちょっとこれはやっぱプロレスラーを呼ぶべきだなと感じたので、今日もですね皆さんが喜ぶであろうゲストを呼ばせていただきました。ちなみに私最近ブッキングするときにこの鳥越あずり FM さんで番組持ってない団体さんのが面白いよなっていうのを一番に考えてて、すごい数の団体さんがここで番組持ってるんですよ。今 何個あるんですかね。もう私がよく出させてもらってる大日本さんの 13ぐらいのプロレス団体さんがここで番組持ってるんで、それずらしてブッキングするってなるともう多分そろそろそこがつける頃なんですけど、そうということで今回もですね、皆さんがまだこの番組で見たことない団体からゲストをお呼びしました。ということで、早速本日のゲストをお呼びしましょう。今回は頑張れプロレスよりも、より私にとって先輩であり推しのレスラーであるマナセユーナさんです。よろしくお願いします。イエーイ、切り込み隊長来た、イエーイ、やばいやばい、あ今ので多分めっちゃ視聴率上がりましたよ。頑張れ頑張れ、最高、めっちゃ最高、ありがたい。はい、こんばんは。もうこの YouTube のタイトルに谷間がって書きたいくらいの、ありがとうございます。はい、久しぶりというか、そうですね、いつぶりですか、あのエンタメ女王決定戦ぶり、嘘、そうだっけ、ね、連絡は多分その後にちょっとこちょこ取ってたんですかね、そう、仕事で一回一緒になれそうだった機会があったんですけど、私がちょっとのっぴきならぬ事情で行かなくて、ね、のっぴきならぬ事情でのっぴきならんかったな。そうそうそう、それでそうです、お久しぶりです。元気だった、なんとか。よかった。でもなんか一方的にはやっぱ見てたんで試合とかを、うんうん、あ、そうだよね、そう、試合も来てくれてるからありがとう。いい、元気になるんで、あのもう定期的にビーズ頭に流れるんですよ。マジでバッコミね、すごいですよね、バッコミュニケーションが定期的に流れるんですよ。あ、そろそろ行かなきゃなみたいな、呼ばれてる、多分大岡健が呼んでる、呼んでます、ね、どこ行ってもで、うん、大岡さん由来で最近、うんうん、あのあそこ新宿のエビスコ、うんうん、行きました。え、本当？大岡さんいなかったんですけど、あ、いる時行こうよ、そう、うん、いる時に行かなきゃと思いました、うんうんうん、全然いなかったんですけど、ちょっとふとした瞬間に、うん、バッドコミュニケーション流れて、大岡さん来そうだ、入場してそうだ、今日エビスコだなと思って行ったんですけど、うんうん、いなかったです。あ、残念、言っとくわ、でもなんでいないの、いいお店ですね、あそこ、本当楽しかったです。私もあの練習の後とかたまに行く、そんなノリで行くんですか、ね、なんか大岡さん一緒に練習してて、大岡さん今日何するのって言ったエビスコ、あ、じゃあ出向みたいな。友達関係なんだよな。すごい、そうなんだかんだで、じゃあ早速ですね、コーナーの方にも進みながら、はい、どんどん自己紹介をしていただく感じで、すごい。あ、でもなんかありますか、自分の持ちネタ、持ち自己紹介みたいな、特にないですよね。頑張れプロレスから来ましたぐらいですよね。あ、そうそうですね、頑張れプロレスから来て、今日はあのマーベラスの新木場大会から来まして、ね、あ、そうです、そうです、試合終わりに来てくださいました。だからコスチュームなんですよ、もう上にバッと貼ってきましたよ今日。すごすぎる、時間がね、新木場からですもんね、新木場から、なんか自分の試合、新木場から鳥越まで、そう、第3試合だったんだけど、はいはいはい、第3試合して、もう急いで準備して、さっきの入り時間間に合わなかったぐらい、すいません、いやでも事前にね、すいません、事前に間に合わないとは聞いていたんで、私からスタッフさんに伝えたのは今日ですけど、あ、大丈夫です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 、すいません、ごめんなさい、うちの番組内容がね、あのずっと一緒なんで、まあ、そうなの、大幅な変化が全くないんで、うんうんうん、打ち合わせそんなにかかんないんですよね、そうかそうか、毎回番組編成違う
番組さんとかもあるんでしょうけどね。どうなんだ、私初めてなのこういう。そうですよね、うん、ラジオ出たことあるかなっていう感じぐらい、うん、そうなんですね。そうなの、全然だから初めなんか優しくしてくださいあ、七瀬さんの時代ってミストースポのラジオってなかった、うん、なかった。あ、じゃあうちらのちょっと前の、そんなのあんの。エンタメ女王もなかったもん。あ、そっか、そうですよね。あの地獄のね、みんなすっごい顔して控え室にいたよね。でもうちらの時は比較的みんなちょっとおバカさんだったんで。あ、そうなんだ。13人ぐらいとかいたんで楽しかったんですけど、うんうんうん、あの今年2022の子たちは、うんうん、あの全部で決勝7人とかしかいなかったんで。うわぁ、もうそれはね、ね、仲は良さそうだけど、うん、全員壁向いてるし、なんかいやこういろいろ感じるものがありましたね。うちらも決勝8人とか少なくって、雰囲気辛くないですか。あ、でもエンタメないからまだ会うこともそんなないです。そうだね、撮影会ぐらいかなと、ま、なんかイベントあのトークの、はいはい、ぐらい。逆にうち撮影会はなかったんで。え、そうなんだ。なんかオンラインだったんですよ全部。はあ、時期的なもの、時期的なもので全部オンラインだから、うんうんうん、その女の子同士のいざこざもあんまなく。いざこざあんの、ミストス。いや、なんかやっぱ対面することで感じるピリッと感、うんうん、へえ、そうなんだ。なんかうちほんとなかったです。いや、あったのかもしれないけど、うちも別になかったよ。おばかさんとかなかったんで意外となかったですね。うんうんうん。今年の子たちはちょっピリッと感じたけど、ちょっと気になってきたわ今年のミストスポ。会いたい。美人さんばっかりでした。あ、本当に。ほんと、私あのそれこそエンタメの審査員で今年行ったんですけど。そっかそっか。おしりのさん、うんうんうん、 いたんですよ。おうおうおう。あんなレアなキャラ出てくるんだなと。キャラとかじゃなくてレアな人出てくるんやと思って。おしりのさん、ちかりさん、去年のまゆさんと私っていう不思議な4人審査員で、うんうんうん、そう考えるとミストスポって豪華ですよね。いや、そうね、いろんな人いるから ね。うちらの時にさ5人中3人プロレスラーになって。え、そう、3人なんですか。そう、3人。佐藤さんとあと1人、あとね、桜木まなみちゃんって子もプロレスデビューして。もう私だけですよ、未だにやってんの。そうですね、皆さんすぐ辞めたイメージあります。そうね、逆に多分それ以降プロレス系いないんですよ。え、そうなんだ。私上見上げた時に、うん、真瀬さんまでプロレスの人いないなと思って、これだと思って今プロレスに食いついてきた。あ、ね、プロレスすごい好きだからね、めっちゃ嬉しい。いや本当に、うん、ね、本当にキモいぐらいちょっとオタク出ちゃうんで。そう、今年のごめん本当美人ですよね。あ、本当、本当だね、うん、子役からやってる子とかすごいですよね。めちゃくちゃな人とかはいないんだ。あ、でもめちゃめちゃ面白いです。あ、そうなんだ。グランプリの3人のエンタメやばすぎましたね。ただただもうちょっと鼻水出るくらい面白かったです。レベル高いね。少数精鋭でやってたんだろうなっていう感じで、すごい。でもやっぱこう自分が出てないから安心して見れますね、うん、そう、それはすごいね。私も見ただけだったけど、反対だったらきついだろうなと思って見てた、ね、ドキドキでした。うちのお母さんが、うん、あの来てたんですよ会場に、うんうんうん、で真瀬さんの話するたびに、うん、あの虎のでしょそう、あの時ね、あの言ってなかったんですけど、私顔面怪我しまして。あ、そうだったんですね。そう、あのオファー来てからの次の練習かなんかにも顔面に入ってもうここもすごいことになってて。そう、そうですよね。で、それで出るのはさすがにまずいねってなって、ずっとそれで覆面かぶってた。あ、そうだったんですね。覆面系だったんだっけとか思ってちょっと疑問視を。そう、実は顔面ちょっと練習の時に興奮したらちょっとあずだらけね、することもありますよね。そう、なれ、まあでもそんなもんよプロレスラーね、うん、すごい。もうじゃあ自己紹介出す前にこってり一回話して。でもありがたい、この間が大切なんでね。うん、はい、ということで、じゃあこのコーナーに行きたいと思います。真瀬優奈覗き穴パフパフ。はい、ありがとうございます。ということですね、このコーナーは毎回来ていただくゲストのプロフィール画像を私の方が作ってきて、ゲストの皆さんのなんかプロフィール、趣味とか性格とかを深掘りしていくっていうコーナーになります。はい、ということで今回もこちらの画像どうぞ。もういつも出してるんですけど、これすごいよね、自分で作ってね。まあでも入れ替えてる、画像入れ替えてる素直入れ替えてるだけなので結構簡単にできるんですけど、うんうん、今まで出てもらった選手だと、うんうん、J ステージの中川さんと、
ストレイテナーっていうバンドのドラムの中山新平さんと、うん、まあ、そのプロレスが好きっていうことで出てもらって、うん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 、で前回が DDT のね、あの坂井義彦選手と、いや私義彦さん名字あの知らなかった、結構そういう人いるんですよね、うん、同じ会社なのにごめん、私も好きすぎてこう待ち受けがもうこの前の義彦、嘘でしょ、控室の義彦選手、これマジやばくないですか、もう多分この距離で、あ、この距離で全然見える、すごい哀愁漂いすぎ、もう嬉しすぎて上見てるね、すごいです、あと平田さんでしょ、そうですそうです、平田さん私同い年なの、ええ、そう平田さん同い年、え、そうなんですね、じゃあ真瀬さん結構大人よ、私そうですね、結構大人結構アダルトですね、そうよ全然大人だ、昭和生まれだもん、あ、そう、ここでプロフィール書いてびっくりしたんですよ、2005年にグラビア活動開始と、そうなんだ、大大大先輩です、いやウィキペディア見たんでちょっと合ってるのか分かんないですけど、2005年っていつだろう、あでもそれぐらいだと思う、20年近いですね、17歳ぐらいだった私が初めての仕事が10、あ、じゃあもう、うん、人生の半分はグラビアを、いや辛そうね、すごい見えないですね、お若いですよ、めちゃめちゃピチピチって言ったら失礼ですね、みんなお姉さんだったのがどんどんね年下になっていくね、すごい、でも私この前の春風さん43歳おめでとう信じちゃいましたから、ね、そんな言ってたっけな春風さん、いや春風さんがさ、こうやってたんだよ、そう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 、でなんかそれで私は43歳おめでとうって書いたら、なんてひどいこと言うんですかみたいな、そう33歳34か4ぐらいなんだけど、うん、こうだったから多分34ってやりたかったんだろうね、43ってなってました、ね、でもあの全然信頼してるんで全然43おめでとうって言いまくりました、あ、じゃあ同い年くらいか、そうだ引っ越したかなんかかな、なんかそれ同じぐらいでも同世代ね、でも30過ぎるともうあんまよくわかんないから見えないですね、もう本当にお二人ともお若い、私は、うん、はるかさん若いよ、うん、元気だよね、2人とも試合見たらもう全然お若いです、あんなに私30超えたらあんなに動けないと思います、老婆です、老婆動いて頑張って、でそうグラビアを2005年からやってて、はい、名義はねちょっと違かったんで、そう、ね、ちょっともうその時のイメージビデオも漁らせていただいたりして、やだ、ね、やっぱ先輩のね作品見たくなっちゃうんですよ、初めてのグラビアの DVD が多分17で、なんかその時深夜にさまだグラビア番組とかあったの、はいはい、いじり岡田さん的なやつですよ、ね、とかで初めて共演した芸能人が大仁田敏さんだったじゃあもう運命ですねそれは、全然プロレスラーとかじゃなかったよ、はいはいはい、けど初めてが大仁田さんで、運命ですよ、お前でかくていいなみたいな、おそうで言われてて、でやっぱちっちゃくて細い子がもう、はいはいはい、ゆうこりん小倉優子さん全盛期だったので、はいはいはい、そっかそっか、イエローキャブのおっぱい時代の後はやっぱこう細い、細くてスレンダーでなんかこうね、うん、若々しい黒髪ロング系多かったですよね、そう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 だったから、なんかあんまりこうねハマんなかったんだけど、大仁田さんにはにはハマって大仁田さんにハマってて面白いですけど、どこにハマってんですか、ね、その番組はグラビア系で、グラビアでなんかそれの番組でなんかもう終わり打ち切り直前みたいに呼ばれてでなんか、まあ、打ち切り直前、そうちょみんななんか可愛らしい感じだったんだけど、うんうん、ずっと新体操やってて私、はい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 、なんかどちらかというとなんかそういうのでなんかやだーとか言ってなんかちょっとセクシーにやるよりももうガチでやりまくったの、はいはいはい、そしたらなんかちょっとこの子面白いみたいになって、なんか DVD 出してないんだったら出してみようって言って、はいはい、なんかその仲間のやつ全然優勝も何もしないんだけど、なんか君も出なみたいに言われて、はーいって言ってそこら辺で撮ったのが初めてDVD はちなみに今まで何本掲載されたんですか、1、2、1、2、なんかその名前が変わることに、そう個人で出したのがでも10本いってないぐらいだと思うすごいけど、あとなんかオムニバス事務所のなんかみたいなのとかはあったけど、まあそんなもんですよ、すごいすごい、でミストースポ2017年にそうグラビアやって12年で本当だね、うん、かっこいいですよね、もうなんかその頃にもうプロレスやってましたもんね、やってた、その時にあの私怪我してて、はいはいはい、それで試合ができなかったのね、はいはいはい、でただそれで過ぎるのもちょっとなと思って反骨精神そうそう、なんかやれねえかなと思って、でその時にいた事務所のマネージャーさん、うんうん、今でも仲いいんだけど、その人がなんかやんなよみたいになって、いろいろこうあるじゃん、はいはいはい、グランプリ系でなんかまあほら大人のいろいろな事情あるじゃん、はいはいはい、どこだとねみたいな、でも、うん、ミスとオスプってガチじゃんね、ガチです、本当にガチですね、本当にガチなの、だからガチのところ裏事情なしです、そう裏事情、大人のなんかそういうのとかもなんもないから、うん、挑戦して自分の頑張り次第で本当になれるみたいなところだったから、うんうん、あそれだったらいいんじゃないって言われて
そう、トースポさんはプロレスの時にお世話にはなってたんだけど、そうですよね、けどでも全然別部署だった、はいはいはい、そうだからまあねやってみたけど、まあ、楽しかったけどね今思えば、あ確かにでも終わってみたら楽しかったなって言えますね、うん、本当に、うんうんうん、プロレスは2013年に入門、はい、そうですね、スターダムに入門、スターダム入門、スターダムアクトレス登場を経てガンプロに入団、はい、そうなんですよ、いろいろ行きましたね、誰もいないよね多分ここ通ってるのね、うん、すごい経歴ですよね本当に、なんかやっぱミストースポ2017っていうのをきっかけに今田さんを知ったんで、うんまあうんうん、もちろんプロレスやられてる先輩っていうイメージが強いんですけど、グラビア歴これだけあってそこからプロレスに行って、うん、それはもうなんで行こうと思ったんですか？いやそれはですね、私もともとアクション女優になりたかったの、はいはい、それでなんか舞台とか出てて、はい、でこうチャーリーズエンジェルの一個前の代、はい、そう、はいはい、キャメロンディアスの代で、もうそれが大好きだったの、でその時になんかたまたま舞台出てて、うんうん、でそれを見に来たプロデューサーの方がなんか、私全然モデルの役だったんだけど、なんか君体でかくていいねみたいに言われて、いやモデルの役だよみたいな話をしてて、はいはいはい、たらちょうど話したらプロレスの題材の映画を撮ろうとしてるって言われて、うんうんうん、あそうなんですねって、なんか動きたいんですよみたいに言ったら、うん、あじゃあそれやってみなって言われて、役作りで最初スターダム紹介されて、すごい、そうなんです、それでスターダムで行って、でなんか気がついたら話が流れてて、あその映画のっていう、そう映画の話が流れちゃって、えで どうしようってなってた時に、うんうんうん、でまあ私はキャメロン・ディアスになりたいと言ったら、はい、なんかそのプロデューサーの方がなれるよって言ってきていい、めっちゃいいです、ね、プロレスはハリウッド行けるからって、あのあドウェイ・ジョンソンさん、わかりますか、大好きです、そうロック様、私も大好き、ロック様大好きで、でワイルドスピードのシリーズ全部見てるんだけど、はいはいはい、その中にプロレスラーいるんだよって言って、はいはいはい、ホブスマジかと思って、本当にじゃあプロレスラーになったらハリウッドでアクション女優になれるんだ、ね、やるっつってデビューした勢いがすごいですよね、もうそのそうなの、ちゃんとやろうと思ってやって、でも今も続けてるっていうのがまず結果ですからね、すごい、 いやね、なんだかんだ、はい、最近でも思ったんです、やっぱりその、うん、海外 の、 そのハリウッド系で売れてる人の中にプロレスラーってもそのドウェイン・ジョンソンだけじゃなくて、そうだね、結構いますよね、今ジョン・シナさんも出てるしね、そうです、ジョン・シナさん出てたりとか、そうそう結構出てる、そうだからまだ全然可能性ありますもんね言うたら本当、ありがとうございます、ピンってしてくれた、絶対ありますよはい、じゃあまだ頑張れプロレスからハリウッドへ、ね、アメリカへ、はい、大岡さんが先に行きそうで岡さん行くかな、なんか役ありそうですよ、ね、あの立ち位置は今成さんも行きそうだなと思って、やだこっち側で、あそっか本当にでも今成さん、私 DDT さんもやっぱ見に行ってるんで、うん、今成さんの遭遇率がすごい高くて、おそっか、どっちも今撮ってもいるし出てもいるからね、 DDT すごいですね、もう一番今忙しいんじゃない、今成さんが、ありがたい話でも、そういう私本当に今その見に行ってるところで、うんうん、ガンプラで最初に見て他団体で好きに、なんか他団体も見てやっぱ好きだなって思った選手結構いるんですよ、うんうん、入江選手、おお、はいはいはい、最初多分マナさん見に行った時に、うんうん、入江選手と今成さんと3人で、はい、あーその日だったね、そうベルト戦の日だよね、そうですそうですそうです、うんうん、行って後楽園ホール、うん、あいいなと思ってたぐらいだったんですけど、うんうん、他でも見てやっぱ見る頻度がやたら多くて、うん、もう大活躍してるから ね入江さんはすごいですね、この前本当にファンサービスされた感あっても恋に落ちそうになりました、ね、あらららら、リリーさんやるわね、カメラ向けてたら、うん、ずっとああうんうんうんって、それ見てると思うですよね、うん、見てるかもしれないと思って、リリーさんそうなの確かに、でもその周辺であんなやたら長いレンズつけてるの私だけだから、それ目立つだろうなと思って、最善だしいつも絶対最善取りたい勢なんです、すごい本当にありがとう、お金かけたい、マナセさんまだ物販でお見かけできてないんですよ、そうだね、後楽園がやっと最近、ね、そうですよね、再開したから、うん、やっぱコロナの関係で物販ができなくて、そうですよね、でまあ、女子の団体は他の場所を取ってどうこうとかもあったんだけど、はい、ちょっとガンプロはね荒々しい男の団体なのでちょっとそういう丁寧なことが、ね、はい、できず、でも全然ね、やっぱだからこそ待ちわびてこうガッとみんな買いに行ってる感をすごい感じますね、うんうん、最近いろんな会場行ってて、
嬉しい、待ってましたっていう感じで、ね、うんうんうん、このままね集客も戻ってくればいい、ね、そうね、まだちょっと少なくないといけないから ね、あと声も出せないし、それがすごい一番悲しいですよね。やっぱ声がね、こう出したいけど出せなかった。ガンプロの会場でコロナ前来てないもんね、はいはいはい、コロナ前のガンプロもすごいの声が、そうですよね、もうだって声なしでも拍手の感じなんか一体感が違うんですよ、うんうん、レベチで本当に。そうなの、何ですかね、ファンしか来てないなっていう感じそう、ガンプロのことを応援してくださってる方は仕上がってるって思ってて、本当に仕上がってます。そう、本当ツイッターにコメント届きました、これこコメント届きましたって言ってスタッフがこうやって持ってくるんですよ。すごい、そんなアナログ和高さん、真瀬選手は聞くしかないありがとう和高、真瀬選手は聞くしかない。これめくっていくとあります、大阪大会行きます、まだ取り置きしてないけど今すぐ、今すぐ DM してください、私にメールください、お願いします。ガンプロも番組始まるかって言ってますよ。あ、本当、ガンプロのでもラジオというか、え、もうめっちゃうるさいと思うよ、確かに今日すごいこう私も試合後のテンションだから、うん、もう本当はもっとわーってしたいけど頑張ってる、あ、抑えてマイクもねちゃんと高価なものだし、でも多分あの人たちはもうそんなこと気にしないから確かに、でも本当に全員熱いですよね。なんか最初私あの、うん、アルフィーのあのあれ、あ、はいはい、3人ね、3人のやつ見た時に、うんうん、この団体本当に大丈夫かなっていう一番その不安を抱えたんですけどでも本当にそれ見て面白くて、うんうん、なんかあれだけ試合が完成されてればあれだけ面白いことやっても許されるんやなって思って試合最後まで見て、みんなでバッドコミュニケーションを合唱してるのを見て、うん、そういう団体ないよなっていう愛が生まれますよね。他の団体にはない謎のこう一体感、確かにそれは感じるね。偏ってないですよね、エンタメだけに偏ってないし、うん、試合もすごい面白いんで、お、嬉しい、ありがとう、もっといっぱい言って、うん、めっちゃコメント来てますが今までで一番いい、嬉しい、ありがとうございます。皆さん今のコメントいっぱい書いてください、ね、全然タグ付けいっぱいしてあげてください、よろしくお願いします。あとでじゃあ質問コーナーなんかもあるんで質問はい、本当に面白い質問いっぱい来て、やっぱそのファンからも感じますね、この仕上がってる感すごい感じますめちゃめちゃいい。ちょっとじゃあ私の方のツイッターの、あ、ツイッターじゃねえや、 YouTube のコメントちょろっと読みますね、こんばんは、こんばんは、谷間バッコミバッコミって言ってますね。ツイッターでお見かけしました、しました、ありがとうございます。 ありがとうございます。よしひこで喜んでる、怪我の巧妙的な感じにって、あ、あれ何、どれの話だろう、マスクかな団体を渡り歩くプロレスラーは最近は珍しいって。そうね、結構そうですね、今日とかもレアな試合だった気がします。誠さんとタッグでしたもんね。そうそう、誠さんとタッグで反対側にいつきちゃん、青木いつきちゃんと門倉凛ちゃん、はいはい、初めてじゃないんだけど ね、 そうなんですね。実はあの、うん、青木いつきちゃんは、ガンプロにもすごい上がってくれてて、はいはいはい、でもしっかり対戦したことはなかったんだけど、シードリングさんに上がった時にちょこっとだけ当たったことがあって、はいはいはい、もうめっちゃ楽しかったの。そうで、私はすごい楽しかった思い出があって、あと門倉凛ちゃんはスターダムのランブルがあったんだけど、はいはい、その時そう、ランブルだからさ、まあ、たくさんいるじゃん。 その中でなんか私がコーナーの方に隠れてたのなんかめっちゃ蹴ってきて勢いある勢いあるな、この子も試合したいなって。私はだからそのリングで会ったことちゃんと覚えてたんですけど、はいはいはい、あの二人はなんか初めて真瀬さんと試合しますとか言ってツイッター書いてておおと思って、悲しい、これ突っ込もうかなとか思ったけど、まあ、リングの上で言えばいいやと思って、それがいいですよね、 SNS よりもリングの上で言ってほしい。戦ったことあるからなでも今日しっかりね戦えたので楽しかったですか、はい、楽しかった。もうマーベラスのリングねめっちゃ楽しい。なんかさっきちょっと興奮して動画上げたんだけど、はいはいはい、まずね入った瞬間になんかキラキラしてんの。なん、わかんない、女子っぽい感じってことですか。いや、あのね多分実際にキラキラしてて、はいはいはい、光ってて、で入場すると煙がバーッみたいな、豪華、そんな感じなんですか。新規場でガンプロで新規場でやったらもうさ、あの人たちじゃん、はいはいはい、けどなんかもうすっごいキラキラしてて幻想的で、新規場で、そうなの、楽しそう。長屋さんがリングの下でカメラ回してて、なんで長屋さんが、
直哉さんがわーとか言いながら回してて、で匠さんがセコンドついてくださって、あのセクシー担当になったってことですか、長谷さん。多分全部の試合を取られてるのかな、すごい。で匠さんは私のスターダムの一期上の先輩で、そっか、そう、まあ、大好きな先輩の一人で、もうそれこそガンプロに移籍した時に、はいはいはい、誰と試合したいですかって一発目にいろは匠っていう、いうぐらい匠さんかっこいいですよね、まあはい、マジでイケメンすぎる。そう、もうめっちゃ心も美しいし、所作も試合の仕方とかも美しいから、ね、もう大好きで、だからなんかイエーイみたいになっちゃって、私も匠さんがセコンドついてくるくれてるよみたいな感じで言って、はい、イエーイとか言って試合して、まあ、試合もたなんか楽しく試合をさせてもらって、はいはいはい、まあその対戦相手の2人が素晴らしいね、あの2人若いよね、多分、そうですね、若いと思うんだけど、ね、いや楽しみだなって、なんか 何の立場なのか分かんないけど、でも もう2013年からだから、もう言うて10年、もうすぐ10年キャリアですからね。やだ、そうなんだ、そう、でもまだまだ知らない、ありがとうございます、知らない選手がたくさんいるんだなっていうのを今日も感じましたし、うんうんうん、やっぱ対戦しててなんて言うんだろう、ワクワクするというか、はい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 、もっと試合したいなって思った2人と、あ、え、ちょっと話していいですか。全然どうぞどうぞ。あのマーベラスさんが今度タッグリーグやるらしいんですよ。あ、そうなんですね。そう、タッグリーグやるっていうのを、まあ、なんかなんとなく聞いてたけど、でもあんまちゃんと知らなくて、うん、で、はいはいはい、リング試合終わった後に対戦相手の2人が、うん、なんかタッグリーグ出てベルト取るぜみたいに言ってたから、はいはいはい、私も出ようと思って最高、そのノリ最高と思って、でなんか、まあ、誠さんとタッグ組んで紫で一緒にやってたから、はいはい、いいですね、誠さんと一緒に組んでもちろん 出るぜみたいに言った、はいはい、なんかちょっとみたいに思ってでマリアさんっていうそのバイオレットの方もいて、その紫色の人捕まるしかないです、ね、紫色ので2人が出るんだって一緒に、あ、そうか、そう言われて、じゃあ誰かと思って、でもなんかもう出たいから、匠さんいたからちょっとガンプロ枠作ってくれって言って、あ、いいじゃないですか、ゆうりさんとか誰、そう、誰でゆうりちゃんって言って、ゆうり似てるかって言って、見てるか分かんない、どこにいるか分かんないけど、なんかもう決めてきた、だから匠さんがいいって言った気がしたから、なんかもうで私は出るつもりなんだけど、一応もう大人だから公式にちゃんとアップされたら OK じゃん。そしたらあのだからマーベラスの公式ツイッターフォローしてください、うん、そして上がった瞬間に私に教えてください、ね、はい、マーベラスさんもここで番組やってるんですよ。あ、そうなんだ、ありますあります、ね、ワクワクって、そっかそっか、ね、そこでね、ピンポンだわあ、いいですね、そうだから今日そのテンションのまま来たから、はいはいはい、楽しく、めっちゃ楽しみですよね、もうね、そうなの、決まるといいなって感じ、ね、うん、私なんか本当に最初ちょっと女子プロレスっていうのはあんまり見に行かないって、うんうん、別に嫌いとかそういうんじゃなくて、うんうんうん、きっかけないとね、そうきっかけがないといかないなと思ってて、うんうん、なんか抜けたのかなでその男女混合なら見に行くと思ってて、うんうん、ガンプロとか、うんうんうん、あと、まあ、他団体さん、うんうん、DDT さんも、まあ、ね、サキ様とかさんいるし、ね、でそこから入って、でもやっぱりそのガンプロさんとかって、うんうん、女子団体にいる選手だったりとかフリーの選手、うん、結構出てるじゃないですか、うんうん、その人たちやっぱ見に行きたいなってなると、うん、やっぱ女子プロレス見に行こうって流れで、私この前 SNS であ書いてたね、あかりちゃん、マナセさんが対戦したあかり選手が、うん、もう見た目的にドストライクで、お、私今これ赤インナーから入ってるんですけど、うん、多分赤と黒の女が好きなのかもしれないと思いますね、うん、まあでもやっぱ試合を見なきゃ、うん、そうね、見た目がどんなに良くても試合がと思って行ってきました、うんうん、つい数日前、あ、そうなの、2月6日え、すごい最近じゃん、板橋の、あ、あれ、谷もちゃんのタイトル、そうなんだ、すごい、板橋行った、行きました、初の板橋、おー、ほうほうほう、とーって思いながらガンプロよくやってんだ板橋、そうですよね、そうそう、でもなんか映像ですごいなんかレッスルユニバース登録してるんで、うんうん、ありがとうございますでもレッスルユニバースにしょっちゅう見る風景だなと思って、うん、でもしか結構席数も少ないし狭いし、うん、これはいいぞと、おしかも普段見に行く団体よりも男性ファンが多いぞと、へえ、そうなんだ、ピュア J さん、男性でした、うん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 、でもあかりさんはその中でもやっぱこうハンサムな感じで、うん、そうね、でも試合も良くて、うんうん、やっぱでもそういうとこで知るっていうきっかけ、うん、大切だなって思います、ね、あ、素敵な選手だからね、やっぱ毛嫌いしてるわけじゃないけど、女子プロレスを見に行くきっかけってどこなんやろっていうのがあったんで、そうだね、わざわざ
その女子プロレスを選ぶっていうのはね、私もちょっと知りたいですね、うん、どういう方が来てくれてるのかなとか。結構なんかイメージ的にはやっぱりこうアイドル的な感じなんだろうなみたいなイメージがやっぱちょっとあったりして、うんってなってたんですけど、でもピュア J さんもアイドルではねえなって感じそうね、ガチだそう、ガチ、すごいガチでしたもん本当に、うん、いろんな団体がね、うん、あるから、私もどちらかというとアイドルの戦い方の方ではないんだけど、うん、やっぱりねアイドル的な感じの方々の可愛さ、うんうんうん、魅力もあるし、可愛くもあるし、可愛いこの汗だらけのあれもいいなって最近ちょっとそれこそスターダムさんとかも、うんうん、その新日のゼロ試合とかで、うん、東京ドームとかだと見れるんで、うん、それ見てるとすごいくるくる回ってるなこの人、ちょっと見たいな確かに確かに、ちゃんと見たいなみたいになってくる、うんうん、あだここだろうなって思いました本当に、うん、華やかなねいいきっかけです、動きがやっぱ女子の魅力でもあるから、うん、まあ、マナシさんみたいなパワータイプあんまいないですからね。そうね、やっぱあまりこう人気がそうなんですか、ね、パワータイプってでも、うん、古典的なプロレスファンって逆に、うん、実は王道なんだよ。そうなんですよ、超王道だ。うちだから女子のプロレスラーって誰って言ったら、うんうんうん、もうやっぱね、パワー系のね、ここ赤い方とか、うんうん、髪の毛ツンツンしてる、うんうんうん、ショートのね方とかが出てくるんでやっぱそのイメージで来てる人からしたら入りやすい、うん、一番入りやすい、なんか何の色眼鏡なしにプロレスとして楽しめるおありがとうと思ってるし、うんうん、そうです、だからね そっちももっと増えてくれたら熱いのかなと思いながら、ね、うん、男子も今どっちもですもんね。そうだね、ジュニアでくるくる回る人もいれば、うんうん、パワータイプもいるし、ガンプロはすごいバランスが取れてますよね。本当？女子も男子もバリエーションがちょっと端から端に、そうそうそう、なんか端から端な感じです、ね、なんかすごいことにはなってるけど、ね、それを多分 OK って言ってくれるのが大川さんなんだよ ね家族感がすごいですね。そうやっぱり団体の色ってあって、うんうん、やっぱこういう戦い方とか指導とかでね、はいはい、育てるのが先輩だから、うんうん、そういう色になってくんだけど、大川さんはとか今成さん最初からいる人たちは、はいはいはい、なんか自分であることが素晴らしいって言ってくれるの。あ、いいですね。マナセがやりたいことで、はいはい、マナセが頑張りたいと思うことをやりなさいっていう方針、うんうん、だから多分みんないろんなことを、うん、ポチャ状でプッシュしようみたいな感じなんですよね。ポチャ状やろうみたいな、ガンプロの。あれはね、なんかふんわりしてる。今成さんが言い出した、来たって言わないとやらないの。で一回言ったのね、それこそトトロちゃん、この間試合させてもらったんだけど、はいはいはい、アイスリボンのトトロさつきちゃんと、はいはい、ヤッピーちゃんのことをアイスリボンの道場で見た時に、うんうん、今成さんがなんかそれまでガンポチャジョーみたいな感じだったんだけど、はいはい、もうめっちゃテンション上がって、次のポチャジョーはこれだみたいになってて、すっごい2人と写真撮ってて面白い、なんかもう、あ、じゃあやるのかな、マジネーションできてる人ですね。そう、本当にでもピンってこないとやらないし、まあ今は多分ちょっとファンタスティックさんっていう新しい方がいらっしゃるので、ファンタスティックさんのお仕事も大変そうですね。そう、大変そうだからな、でも多分いつかやると思いますので、はい、よろしくお願いします。結構個人的にやっぱ気になってます。あ、本当で集まる人材というか、あ、まあね、そのあまりこう真ん中にいる人たちではない人たちが集まってくるけど、ね、やっぱそこの魅力を引き出すのがうまいのが今成さんなんで、今成さん管轄のポチャジョそう、本当に今成さんのテンションで決まるから、あれ今成さんの切れる懐刀ぶりはすごいって。切れる、すごい切れる懐刀、あ、切れるね、うんうんうん、こんばんは、初見です。ゆなちゃん素敵だねって言ってます。ありがとうございます、初見さん。あ、大阪の試合見に行こうかな、ぜひぜひ、ぜひぜひお待ちしております。今週のね日曜日かな、今週ちょっと3試合ありまして、私、はいはいはい、京都、すごい、土曜日にあのカラーズさんって言って、はいはいはい、アクトレスガールズから独立して、うんうんうん、カラーズっていう女子のユニットができて、その一発目の興行に呼んでいただきまして、そこで試合して、なんかでバス、夜行バス間に合ったら一緒に乗ってくけど、はいはい、ちょっと間に合わなそうで、で新幹線で次の日大阪行って、日曜が大阪、あ、そうだ、日曜日に大阪、私も今週日曜大阪なんですよ。え、なんで、撮影会、あ、そうなの、すごいですね、またそうなんだ、スケジュールかぶり、すごい面白い。プロレスから役者、今度逃亡医 F に出るらしい、バリアン・アキさん、え、そうなの、アキさん出るんですか、なんで、な情報早いな、すげえ、そうなんだ、アキ、このファンの人と私はあの
去年も今年もあの今年はバリアッキーの1年になるって言い続けてるんですけど、おーおー、まだ来ないですね。いやでもアッキー来るんじゃない。この前トーナメント出てましたもんね。出てたし、ガンプロのトーナメントも出てたし、なんか DDT のリングとかにもなんか、ね、ちょっと泣いちゃいましたもん。藤田さんとのね、あれとかも出てたし、なんかちょっと見えバレてきてるよね。どんどんプッシュされて、うんうんうん、私より年下らしいという。え、実は1個したんですよ私。え、いくつ。私一応年齢公開なんですけど、アッキーさん多分26です。え、若いんだアッキー。全然すごいですよね。そうなんだ。てか年齢非公開なんだ。公開、いやまあもうでもトースポさんの時公開してたんですけど、途中から非公開したんであんまり非公開にはなってない。私さ、あの今34歳なんだけど、なんか大人たちが気使って年齢書かなくなってきた。あ、そうですそうです。そこに近いものがある。そうね。ロールで売ってるからもうちょっとやめよっかみたいな。そうそう。ウィキペディアとか消してもらいましたもん。あ、そうなんだ。自分でできるのあれ。なんか誰でもできるらしいです。でもファンの人にお願いして消してもらいました。そんなことできるんだ。カラズさんもトリガーズリで番組持ってます。すごい。そう、なんか今日じゃない、しかもなんかさっき出てた気がする。流れてて。面白い。すごいですね。すごいね、ここの13団体もあるとね。うん、すごい。じゃあそろそろ行きましょうか。次のコーナー。はい。次のコーナーがこちら。てれん。レフェリー、アスクヒム。アスクヒムですけど。はい、ということでここからはツイッターなどで募った質問をゲストの方に聞いていくコーナーになりますということでね、はい、今回質問がすごいたくさん来てたんで、いやもうバンバン答えていきますね。バンバン聞いていきますよ、はい、何から聞こうかな。バンバン何でも答えるよ。じゃあデリン、あでもこれさっきお答えしたグラビアアイドルでありながらプロレスを目指したきっかけ。ああそうです、あのチャーリーズエンジェルになれる、ハリウッド女優になれるって騙されたんですよ。騙されたんですよ。はい、でも出会えてよかったプロレスね。でもすごい、本当に天性のなんかね、ん天職、天職ってやつですよね。天職、本当、うん、すごい。るいちゃんこんばんは、毎回楽しく番組ありがとうございます。早速ですがゆなちゃんに質問です。はい。ところで番組名にもなっているプロレス好きのプ女子や広島カープ好きのカープ女子といろいろな〇〇女子がありますが、強いて言えばゆなちゃんは何〇〇女子ですか。何女子、何が好きかってこと。そうですね、趣味とか。お寿司。あ、そうだ、さっきそうだ、プロフィール画像のね、私最後にちょこっと書いてるんです。いやすごいね。寿司好きらしい。そう、お寿司大好きで、私週何回だろう、ひどい時は毎日食べる、はいはい、それぐらい食べ、なんか量を調節できるじゃん、お寿司って。めっちゃわかります。そうそうそう、はいはいはい、とやっぱ生魚好き。なんか千葉のどっかの寿司なんちゃらかんちゃらになるなったみたいなウィキペディアに書いてあるんですよ。忘れちゃった、誰か情報あったらちょっと。私何になったんだ。なんか寿司なん、寿司大臣、寿司大臣、寿司おー、あーなんか言われてたかも。なんか寿司大佐だと思う。そうだ、寿司大佐。寿司大佐になったみたいな、なんかありました。それ何なのかよくわかんない。なんかで言ったのかな、自分でもわかんない、私でもわかんない。ウィキペディア情報、ね、ウィキペディア情報。あ、じゃあウィキペディアの誰かが書いてくれたのか。ありがとう、いい名前、ね、私もでも寿司好きで、さっきもここの下に、うん、また別のオフィスがあるんですけど、うんうん、そこでなんか出前取ってもらって打ち合わせしてたんですけど、寿司で。いいな、すげえ喜んでる、ね、お腹空いた。そうそう、試合終わりだから全然食べてない。試合終わりで、はい、食べてないから。あ、こんばんは、マナセ選手お久しぶりです。梅キングさん、突然ですがマナセ選手に他団体のベルト巻いてほしいです。もちろんシングルです。なんか巻きたいやつありますか。他団体巻きたいベルトでも、私1回だけ東京女子の、はいはいはい、ベルトで持ったことあるんですけど、うんうんうん、なんか、どこがいいかな。そんな選べるの、私はでも何でも狙っていくので。かっこいい、はい、それが一番でもね、いいです、はい、でもベルト巻くっていうのは一つの、しっかり巻くっていうのは目標であるので、うん、私そのベルト挑戦してるの2回行って、うん、2回とも負けて。そうなのよ、なかなかうまくいかないんだけど、でも、ね、今頑張れプロレスにスピリットオブ頑張れっていうベルトができたので、ね、やっぱそこは一番ね、取ってほしいですね。今回あのいい来ん今月末に後楽園があるんだけど、はいはい、それ岩崎さんがねガンプロ代表して挑戦するので、うん、よければ来てください、うんうんうん。ベルトすっごいしっかりした作りでしたね。すごいもう凝ってる、ガンプロ実行委員会ができました。でベルトを発表になった時いたんで、うんうん、そうだよね、後楽園だったもんね。わーよくわからんけどこれが新しいベルトかみたいな。うちらもさ、うん、何も知らないからさ。あ、そうなんですね。なんかさちょっとさもう
いいじゃん言ってくれても。確かにそうですよね、言われないんですね。そう、ゆうりちゃんが来たのも本当に知らなくって。あ、そうなんですね。なんか金髪の子、なんか東京女子と昼夜だったの、はいはいはい、でなんか金髪の女の子が座ってて、まあ、なんか東京女子に出んのかなぐらいに思ってたらガンプラ乗り込んできて、すごいですよね、ゆうりですつって、あらと思って。確か前の団体でゆうりさんすごい見てたんで、あーそっかそっか、おーおーって感じでした。おそこがそこに行っとかみたいな。いや、まことしやかに違う団体で結構ささやかれてたんですよ、うんうん、こんなに何って団体行くんじゃないかみたいな。本人もずっと言ってた、ね、スターダムなんじゃないかって、そうそうそう、スターダムなんじゃないかガンプロでしたっていう。 それをね、あのノアの剣王さんが素晴らしいって言ってくれて、はいはいはい、素晴らしい、うん、書いてくれてて、剣王さんはねガンプロ見てくれてるのだろうなと思って、わ、ね、かんない、勝手にね思ってるから。熱いイメージそんなにないですよねガンプロのイメージと逆のキャラ設定ですよ ね、 そうね、クールな感じだけど、ね、もしかしたらって思って見ててほしい、はい、いろいろ見て、広いんですよ剣王さんは、いろいろ見てくれてるから、使っててほしい、うん、待ってます、ね、待ってます剣王さん、ぜひ、はい。次の質問、マナセユナ選手からいつも元気と勇気をもらっています、はい、マナセ選手の元気の源は何ですか。たくさん寝ること、いっぱい食べること、一番いい、はい、一番いい情報、はい、そうです、簡単、はい、でもそれが一番、結局のところね、そう食事、食事です、だって生きてんだもん、そうかっこいい、生きてるから、三つ男みたいな、はい、三つ男、はい、バンバン答えますよ。次、今までで一番緊張した試合は何ですか。緊張した試合、なんかそのデビュー戦とかももちろん緊張してるのね、はいはいはい、WWE のカイリー選手と試合するんだけど、うん、そうですよね、だといくつか、あ、一番、一番決めれない、全部言っていい、はいはいはい、七重さんとの情熱注入マッチと、うん、ポチャジョの一発目の今成さんと、はいはい、ポチャジョの2回目の、ポチャミネーター選手、はいはい、とあと牧夏美、あ、今、うん、夏っぽいだね、夏っぽいとのベルト戦、はいはいはい、とそれこそいろはたくみ選手とのシングル、これはなんかそのあ、ね、全部あの、まあ、ポチャミネーターは知らないけどなんかそれ以外は全員つながりがある人なんだけどうん、うん、何かこうストーリー、自分の中でストーリーが熱ければ熱いほど緊張は、うん、そうですよね、はい、テンションだけでいけなくってやっぱもうずっと考えちゃうので、寝れない、カードが決まってから寝れないの で、 そ う、 で、ね、まあ、そういう意味では緊張はあるけど、どの試合も大好き、はい、いい、でも覚えてるのがやっぱすごいですよ。かね。いい試合なんですか。うーんうーんの人が多いと思うんで。そっかそっか、インパクトがあると。ちゃんとそんなにスラスラ出てくるって対戦相手も嬉しいですよ。本当。みんなありがとう。すごい、はい、じゃあ質問はこんなところで最後コメント、はい、なんでだろう、格闘技選手も出てるのがガンプロ。前田選手、勝村選手、岡田選手が参戦してるのがいいっていうコメント。あ、そうそうそう。ガンプロ本当にでも。本当にバリエーションですタイソンね、タイソン前口さんでしょ、すごいですよね、うん、めっちゃいいよね彼、大好き。その新しいベルト出て の、 そのリーグ戦もね、うん、いきなり来た、ね、出てて、出てきた、びっくり、え、こんな選手出るんやみたいな、私、うん、あのイブシさんのプロレス研究会から来てきた人も、うんうん、ここそれだよ、タイソンだよ、あ、そう、そう、あ、そっか、あの人か、うん、ここ出るんやと思ってすごい、プロレスよくわかんないけど楽しいって言ってる、ね、面白い、すごい面白い、素敵な、なんかとてもピュアな選手で、いいですよ、ね、楽しみ、確かにピュアな選手が多いかもしれないです、うん、確かにそうね、私はもう完全にガンプロ翔太選手が良すぎたんで、いい、ね、うちのママと同じだね、うちのママも翔太さん好きなんで、あれは多分そういう女子が好きな、なんか、なんか持ってますよ、あ、そうなの、愛嬌、へ、なんかイケメンとかじゃないんですよ、なんですかね、いや、かっこよくないわけですよ、結構かっこいい方です、結構かっこいいです、ほんほんほん、でも愛嬌、なんかこう応援せざるを得ない気持ちにさせる、そうなんだ、それがすごいなと思いました。翔太さんはね年齢近いし、まあキャリアは全然上ですけど、す、ね、なんかまあすごく近くに入れる、行ってくれる選手なので、はいはい、なんか別に翔太さんは翔太さんって感じ大岡さんは大岡さんみたいな、みんなそんな感じ、あー翔太さんが出てきた、この写真可愛いですね、翔太さん、うん、こんばんは、お疲れ様です、今度練習よろしくお願いします。結構マルチにやられてますよね、そうね、いろんなところに、他団体でもちょこちょこ隠れて出てらっしゃるんですよ、やっぱね、みんなが翔太さんと試合したいって言うんだよね、
そうだから多分大人気、引き出してくれるタイプ、ね、もそうだね、自分こっちの良さも引き出しつつしっかり自分も出してくるから、うん、やっぱいろんなところに呼ばれるんだ、あ悔しい言ってて悔しい、ちょっと私の画像にしてくださいマナスのでもこの団体画像これですもん、ね、すいませんありがとうございます、すごいかっこいい、翔太さんごめん、あのはい一瞬で今日はでもマナスさんのファンが結構見てるからねみんなはいはい翔太さんね、はい、いや翔太さんのこともよろしくお願いします、いい先輩なので、ありがとうございますそんなところでじゃあ今日はですね、はい、この辺で質問コーナー終わりということで、あらまあまだまだ答えたのに、ね、皆さんまだ質問あったらね SNS で上げてくれればもしかしたらなんかあるかもしれないんでね、うん、よろしくお願いします、ということでここからですねちょっと告知の後、はい、エンディングトークに入りたいと思うんですが、まずですね今回私のスポンサーの方からお話をさせていただきます、おお、え、何ですか、ありがとうございます、びっくりしたびっくりした、何の音楽かと思った、びっくりした、おめでとう、ありがとうございます、うわすごい、これうちのスポンサーやってくれてる花時計さん、素敵、ありがとうございます、誕生日先月あらありがとうございます、忘れました、すいません、年齢不詳、ありがとうございます、スポンサーになった時はもう叶えないように、また非公開だったでも11月11とそうなの、あ、そうなの、その目ですよね、11月11日、私1月19ね、そうなんだ、だからよく11月9によく誕生日おめでとうって連絡めっちゃ来るんですよ人から一瞬誕生日近い、あ、違うわどっちもめでたいにしちゃおう、ありがとうございます、おめでとう、はい、ということで1軒目の私のねあのスポンサーやっていただいてる浅草花時計さんの SNS もし出せたら出してほしいです、出せなかったら全然待ってくださいと、あら素敵なお花、お花嬉しいよね、そう嬉しいですよね、うん、大好き私も、これ浅草橋にあるお花屋さんなんですけど、うんうんうん、もう本格的なお花からこのブーケまですごい作ってくるね、うんうん、SNS でなんかお花プレゼント企画とかたまにやってる、2月14日はフラワーバレンタイン、お花いいですね、素敵、ぜひぜひ皆さんあのもしねトリガーズリエフムに推しが出てるよとかそういう時にねお花のプレゼントとかしてあげたら喜ばれるので、めっちゃ嬉しいと思う、ね、あんなレインボーローズかね、すごい、売ってんのかな、あんのかね、わお、わすげえ美しい、ね、ぜひぜひ皆さんあのご贔屓によろしくお願いいたします、はい、そして2軒目がこうお花とは打って変わってですねちょっと1回ここに立てかけさせてもらって大丈夫？大丈夫です。トギの学校東京研磨マイスターも毎回話してるけどこの学校の癖が強い、情熱起業家求む、都議士育成ということで今回はですね、うんうん、なんとこの都議士の学校さんから映像をいただいてるのでそちらをちょっと見せていこうかなと思います、お願いします、うん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 、私のナレーション入りますからね、おナレーションではない飛ぶよということで、今回ですね実際に研いでいる、動画をもらってきました、めっちゃ研いでる、シュルシュルシュル、研ぎの学校東京研磨マイスター学院の目的と抱負、和道年間奈良町は時代に始まり合ってんのかな、秘技と伝わる伝承されてきた感じがすごいんですよ、秘技と伝わる伝承されてきた研ぎの業界が後継者を失って困っています、全国各地に点在した刃物研ぎ屋が老齢化して消えようとしています、なんだって、そのはい、その合間を悪用して、グラインダーマシンによるインチキ研ぎ屋あらんまん書き方すげえな、はたまたシルバーセンターの老人たちのガセ研ぎ屋、たまにはいいものもあるがほとんどがダメ仕事、なんといっても素人ですから昔から持ちは持ちやというこの感じはもう見たことね、持ち屋というが示すように無知はダメ、無知はダメって言われちゃいましたね、今最後に自分で突っ込まれました鋭い切れ刃から生まれる冴えた馬、これあさっき振りから振ってもらえばよかったな、美容や利用で耳に軽やかな切れ音を奏でる職人ハサミ、ガーデニングから庭園植木に至るまで刃物の効率性は抜群の極みです、うんうん、当学院は等級の研磨技能士の養成を行っております、基本を大切にマンツーマン方式で丁寧に理解できるまで繰り返します、短期間で熟練者が続々と育って地域社会に進出して素晴らしい活躍と絶大なる効果を上げられるようスタッフ一同懸命に伝授しております、楽しい仕事、あ、正しい仕事を正しく生きるが学院のモットーです、ということでですね本当に未経験から研ぎ師になれるということで、年齢性別学歴不問定年のない障害職、そうさっきからねこうインチキ研ぎ屋とか言ってますけどじゃあ実際どうなのよっていう写真をちょっとこんな感じです、これが、一番上のやつが仕上がり、新品から使ったやつで荒削りして 裏研ぎの時すんごいなんかピッカピカですけどね、本当だ ね研いで
2分前読んじゃったこれ草刈りのやつですね、はあはあはあ、釜とこれがじゃあビフォーとこれがビフォーとアフターと、うん、わお研げますよと、はい、これ包丁とかね実際全然切れ味変わるって言いますからね、変わるやるもん私もえやってますかあのでも家自分でやってるからやっぱインチキ研ぎ料理はしてるんですか多少ねあそらでも女性だからね、はい、いやしますよしていきたいということで残り時間も少ないのでちょっとじゃあ告知何かありましたら告知していいんですか、はい、ありがとうございます、まあ、今週はカラーズさんと頑張れプロレス大阪がありましてなん と、2月の27に頑張れプロレス後楽園大会があります、うんうん、おありがとうございますあのよければ見に来ていただけたらなと思いますので、ねはい、振り置きはマナスさんに DM でもできるので、はい、ぜひよろしくあ DM できないんだあそっかそう DM ねあのよく分かんなくなっちゃうからあのメール私のメールアドレスゆなまなせ.チケットという分かりやすい名前なのでぜひお待ちしておりますと私の方から宣伝も画像パンでお願いします、はいね、おなんだって、はい今日国会になりましたミストスポーン2代目プジョシ部長辻ルイスと行く大日本プロレス横浜武道館大会、5月5日のですね大日本プロレスさんの横浜武道館大会の方を、私とあのプロレスデーさんプレゼンツで、行うことになりましたチケットが1万円で私とランチとプロレス見に行けるめっちゃいいじゃんです、ねチケット販売明日の昼頃予定してますのでよかったら皆さん、じゃんじゃん SNS チェックしてくださ い、 い大きいとこでやったらガンプロでもやってよこういうのぜひぜひよろしくお願いしますやったプロレステデさんに言っとこぜひプロレステデさんもいつでもウェルカムな感じ本当じゃあ大きいとこでやれるように頑張りますやりましょう、はい、やったーいや仕事一個決まるよ売りますチケット、はい、ありがとうございますよろしくお願いしますということで今日はですねゲストに、マナセユナさんに来ていただきました皆さんありがとうございましたお疲れ様です終わりなの終わりあー負けてくわ失